白熱の さあ、ナルト英雄録の始まりじゃ。昔、妖狐ありけ、その狐、九つの尾あり。その尾、一度振らば、山崩れ、津波立つ。これに講じて人ども、忍びの輩を集めけり。わずか一人が忍びの者、生死をかけ、これを封印せしめるが、その者、死にけり。その忍びの者、名を、四代目火影と申す。戦闘開始。
よし。しかしなかなか面白い成長。よう、サスケ。なんで俺を。なんでだってばよ。次で決めます。ナルトに、ま、サスケ、まったくお前はいつまでたっても。なんで余計なお世話。知るかよ、体が勝手に。お前は仲間の死は初めてですか。これが忍びの道ですよ。よ、戦闘開始。よ、ザビダさん、僕はこの子にはかないません。ザビダさん、少しはしゃぎすぎたな。やるな。お前は危険すぎる。波の国の未来のため。ほざ、お前の未来は死だ。よ、戦闘開始。ブルーブルじゃない。なんだ、くらえ。どとるついがの客、くらえ。ジャブラカイター、ジャブラカイター、タイトルにジャブラカイター。一瞬で終わらせてもらう。大輝、これで終わりだ。
うしてだ。なぜついていけない。さよならだ、鬼人よ。結局この戦いはザブザの雇い主の裏切りで終わった。ハクは死んじまって、そしてあのザブザ。サスケ君、私は君が欲しい。獲物のお前たち、一瞬たりとも気を抜いちゃダメよ。ダメだ、ここに逃げなければ。何言ってんだ、ここで逃げるわけない。いつらどんか、てめえはあいつの実力が悪い。うるせえ、バカで腰抜け野郎は。ここはもう、よ、戦闘開始。どうあがいても無駄よ。
で変えられる。何か言いたそうだな。絶対勝つ。本当の現実を知った時の。よし、それで。よ。戦闘開始。里の皆はたとえ血がつながってなくともわしにとって家族じゃ。このようなこと一体動い止まっているとつまらないでしょう。今は、この葉崩しとい…ふん、相変わらずよのう。さあ、よ、戦闘開始。待っておくわよ。もらっておくわよ。
代目の残した術じゃ。命がけじゃな。ああ。よよよよ。戦は覚えていなさい。よ。人は大切な何かを守りたい。そう思った時に本当に強くなれる。よ！戦闘開始。よ！戦闘開始。
開始。二代目の遺産は待ってはくれない。
するとまさかお前らが侵入しているとはね。ウチハイタチ、星が聞きさめ、畑カカシ、お前たち一体何の目的。俺の邪魔をしないでください。あなたはどうした。そういうわけにも腕ずくでも聞かせ。よ、戦闘開始。やります、お前たちの目的はナルトだな。なぜそのこと。お前らが属している組織はイタチさん、本当だ。そうはさ、ここからはこの木の葉のけマイトガイが相手。なんて格好だ。あの人は甘く見る。よ、戦闘開始。ライバルに差をつけろ。見せてやる。俺の速さ、熱きパワー、この五宝雷楽。うわは戦争しに来たわ。せっかくうずいてきたのにしょうがない。違いたち。
あんただけは絶対に許さない。ナルト君、なんだってばよ、こいつら。こんなお子さんにいたちざん、ちょろちょろされる前に少々。久しぶりだ。え、あなた一体。俺の弟。うちたち、あんたを倒すためだけに俺は生きてきた。さて、それでは。そこまで。お前らの相手は伝説の三人。よ。戦闘開始。ガマの餌になれ。一方ガマ口締まり。お前はもうわしの腹の中、じっくり味わえ。弱いの。おりゃフィートン遂行突破。おりゃよ。よよよ。さすがにやりますね。貴様、そまあいいでしょう。あいつは影になるまで絶対死なねえ。やれやれ、素直におろ。こんなに苦しまなくても。あとね、ナルト君、ここでは君は場違いな。ただの状況次第で諦めて逃げた。俺は火影になる男だ。だから諦め。俺のに。そんなだ。地に這いつくばる。よ。戦闘開始。
僕が。よっ！私はこの葉隠れ、五代目火影だ！戦闘開始。開始。Yeah!
俺より劣るの本気で俺に。ああ、それはいい。そういうの目障りな。それはお前が弱いままだ。サスケちゃん。あれ。サス。よ。戦闘開始。どうした？こんなとこで何やってんの？喧嘩にしちゃちょいやりすぎでしょ。イタチとの再会とナルトの成長へ。サスケ。多くの友達をバカにすることは絶対に許せない。僕たちの失敗だね。お前らを先に。お前のようなバ勝負はやっぱ僕だ。こいつはでもお前じゃ。もしこのままさ、本当にバカと正直だから。でもな。お前をさっさと叩く。お前は貴様をバカ。よ！戦闘開始。Oh!
ない理由がある。なんだあいつ。こんなところで時間を食っては。ナルト、サスケは今闇の中。早く行け。まずはてめえを。おい。よ。戦闘開始。何？なることは決まっていたことだ。ゲームオーバー。熱唱八門砲撃。近くはない。ダダここだ。じゃあ無理こっちでチャクラ回復で。ここだ。甘い。チャクラ回復せよ。チャクラ回復。チャクラ回復。チャクラ回復せよ。ここだ。何？チャクラ。俺が守るからな。ひどうまりのやつ、しょうがねえ。なんだ。なるほど、近まる。おい、なに。あいつはマジでヤバそうだ。バカの言うバカや。俺たちはここで、こっちは俺と赤丸で2対1だ。なんと分かったってだよ。ああ、あ逃がしたつもりか。無駄なことしやがる。それはどうだかな。
よ、戦闘開始。よく、いや、覚えとけ、術だけが武器じゃねえんだよ。そのオケにサスケが入っ、サスケは返す、いや、そうはさせない。なんでお前が、君なら遅すぎるよ。どうしてお前がここに。僕はもはや肉体で動いている、精神の力で。この器は僕が預かる。お前逃がすかよバカ野郎が。ちょっと悪いな、お前だ。バカかてめえら。その一人を追わせ、キミマロが出てきたって。おめえらの任務は失敗したのぞ。俺はあいつを、俺と俺の仲間を。よ、戦闘開始。めんどくさがってもいらんねえな。俺をなめるな。この葉秘伝影首縛りの術、そこだ。邪魔にもなく気張っちまったぜ。チャクラ回復だ。よいしょ。痛たくせえ。チャクラ回復だ。よいしょ。痛たくせえ。チャクラ回復だ。よいしょ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 。チャクラ回復だ。よ
どうだ。マジ。新しい器は僕が引き入れる。この命に変えても。戦闘開始。お前、妙なチャクラ。いや、もう時間だ。サスケ、こんなやつらもよ。おい、サスケ、どこ行くんだ。無駄だ。消えろ。僕が倒します。約束です。驚くほど柔軟、それに直線的。くそ、行くぞ。戦闘開始。
きますよ。なんてめえは。やるな。だが精神の力で戦っている僕とは違って、肉体で戦っている者はそれくらいさあ、誰だこの葉同盟子。一族最後の一人か。なら今日ここで今から滅びる。砂漠のガーラ。ガーラ、お前がそうか。しかしなんで。戦闘開始。とどめを見る。それが僕の決定権だ。終わりだ。終わりにしろ。砂の力を見せてやろう。終わりだ。勇者爆竜。まだだ。砂漠体操。雑魚が。よ。僕の存在はオロチマル様のため。オロチマル様の邪魔とな。オロチマルの洗脳ではない。あの方は僕に。お前を行かせるわけにはいかねえ。
スだ。なんで、なんでそんな風になっちまったんだ。俺には俺の、たとえ誰であろうと指図される。俺はオロチマルのところへ。あいつは、オロチマルは、お前、戻ってこれねえかもしん。そんなところに、ミスミスお前を。そんなことはどうでもいい。俺の目的が達成できればそれでいい。できやしねってばよ。お前は力尽く。よ。戦闘開始。戦闘開始。
よよよよ。そろそろしまいにしようぜ、この戦いを。これまでの戦いを。自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。そうか、サスケはダメだったか。でもさ、いつかは絶対連れ戻してやるってばよ。だからさ、エロセンに俺に修行をつけてくれよ。修行はいいが、ナルト、その前にちょっと言っておきたいことがある。え？サスケのことはもう忘れろ。あいつは己からオロチマルのもとへ行った。お前が何をしようとあいつは変わらん。あいつを連れ戻すとかそういうのはバカがすることだ。エロ仙人には何でもねえかもしんねえけど、俺にとってあいつは友達なんだよ。友達が仲間を傷つけるか。遅かれ早かれこうなる運命だったんだ。苦しむな、忘れて切り捨てろ。術や力だけじゃない、忍びなら正しい判断をしろ。忍びとして生きていくならもっと賢くなれ。バカのままじゃこの世界生きづらいのが現実だ。分かったよ。そうか、賢いってのがそういうことなら俺は一生バカでいい。一人でもっとすげえ術を編み出して、そんでサスケは絶対助ける。バカはバカでも大バカならなんとかなるかもな。修行覚悟しとけの。おっす。ただのバカ、本当に強情でのどれだけ言っても聞きゃしねえ。だが嬉しそうな顔してるじゃないか。確かにあいつは大変な道にいる。だがあのまっすぐな瞳がある限りあいつは大丈夫だ。
でしょ、サルトキ先生。さて、これから忙しくなるの。